皆さんこんにちは、向井です。今日は留学生32人に聞いたアンケートの結果をお伝えします。今回のテーマは北海道の生活費はいくらです。卒業生と在校生32人に聞きました。今回のアンケートでは一人暮らしの人と2人以上で生活する人、それぞれ分けて質問をしました。早速見ていきましょう。最初の質問です。ご出身はどちらですか？ほとんどアジアですね。ベトナム 31.3%、韓国 15.6%、 フィリピン 21.9%、 中国 12.5%。 どんな部屋に住んでいますか？ 81.3% がアパート、マンション。部屋の広さはどれくらいですか？ 46.9% の人は一部屋足すキッチン、次に多いのはキッチンなしのお部屋です。 18.8%、 あとは 15.6% の人は2部屋足すキッチン足す食事をするスペース、これはおそらくシェアをする人のお部屋ですね。あなたは一人で住んでいますか？ 65.6% の人は一人で住んでいますと答えています。 31.3% の人は2人、3人で住んでいる人も少しいます。はい、ここからは一人暮らしの人に聞いたアンケート結果です。1ヶ月の家賃はいくらですか？はい、一番多いのは赤、 38.1% の人が2万1円から3万円の家賃と答えています。そして次がこの 23.8%、紫のところですね、5万円以上。 19% の人が3万1円から4万円の部屋に住んでいます。夏の1ヶ月の光熱費、水、電気、ガスのお金は平均でいくらくらいですか？はい、52.4% の人は8001円から1万円ぐらいと答えています。次に多いのが8000円以下ですね。だいたい皆さん夏は1万円以下に収まってるみたいですね。次です。冬の1ヶ月の光熱費は平均でいくらくらいですか？多いのは赤、 47.6% の人が1万1円から1万5千円と答えています。次に青、 23.8% の人は1万円以下と答えています。これすごいですね。冬は結構北海道はお金、寒いですから暖房のお金とかちょっと高くなります。でも光熱費、水と電気とガス全部足して1万円以下っていうのはかなり節約してるか、ほとんど家にいないか、そんなところじゃないでしょうか。家にいる時間が長いとやっぱり光熱費も高くなりますので。次に2人以上で生活している人に質問しました。1ヶ月の家賃はいくらですか？これは自分一人が払うお金について聞きました。半分の人は1万5001円から2万円ですと答えています。夏の1ヶ月の光熱費は平均でいくらくらいですか？これも自分一人が払うお金について聞きました。 72.7% の人は8000円以下です。2人以上で住むとやっぱり安くなりますよね。次です。冬の1ヶ月の光熱費は平均でいくらくらいですか？一人が払うお金ですね。 45.5% の人は1万1円から1万5千円と答えています。 27.3% の人は8000円以下ですと答えています。札幌に住んで大変なことは何ですか？例えば冬に道が滑りやすいことです。吹雪、寒い、そうですね、この冬に関することがとても多かったです。特に東南アジアとか暖かい国から来る人は雪がある暮らしというのが初めてですから、戸惑うことも多いのかもしれません。他にも物価が高いです、冬の光熱費が高いですというのがありました。ただ日本全国で考えるとそんなに高い方ではないかなと思いますね。はい、あとは特にないです、ありませんって書いてくださった方もいますね。また日本語が下手だから生活のいろいろなことができません。
これは最初だけです。そんなに心配しなくていいです。これから札幌に住む留学生に何かアドバイスをお願いします。冬に関することはやっぱり多かったです。冬道がすごく滑りやすいので気をつけてください。長靴が必要です。氷の上でも滑らない靴を買ってね。寒いので暖かくして健康に気をつけてください。あとは、札幌にいるうちにできるだけ札幌の美しさを楽しんでほしいです。せっかく日本に来たから自分の国の人より他の人と日本語で話すように。札幌に日本語を勉強しに来たので他のこととか考えないで、頑張らないとダメですよっていう言葉もあります。海外で学生になるのは簡単なことだとは思わないでください。自立した生活を送る必要があります。ストレスを感じたら学校に話してアドバイスをもらいましょう。先輩たちありがとうございます。たくさん書いてくれて本当に嬉しいです。この他にもたくさんアドバイスありました。でも似たようなものもあったので省略させていただきました。皆さん本当にありがとうございます。はい、最後に私たち生活の先生からのアドバイスです。まずですね、賃貸のお部屋というのは2年契約が多いので注意してください。2年より短い期間で退去すると、違約金かかります。なのでやっぱり一人暮らしがおすすめです。さっきシェアしてる人がいてお金が安いですってお話をしたんですけど、はい、それはその通り、確かに2人で住んだ方が安いです。ただやっぱりね、2人以上で住むと問題が起こりますね。今までもたくさんありました。何ヶ月か経った後に性格が合わないから引っ越したいです、生活のリズムが違うから引っ越したいです、これよくあります。先ほどもお伝えしましたけども2年契約多いですからお金かかります。そのあたりを考えると一人暮らしおすすめします。それから、家にこだわりのある人は自分で探した方がいいと思います。札幌に来て実際に見て決めるっていうことをおすすめします。やっぱりその綺麗な部屋がいいとか新しいお部屋がいい、セキュリティがしっかりしているお部屋がいいとかね、そういうこだわりがある人っていうのは実際に来て自分で探した方が納得いくお部屋を見つけられると思います。そうするためにはまず日本に来て札幌に到着してから家がないのでしばらくホテルに泊まるとかシェアハウスに泊まるとかして、ちょっとその1週間とか2週間ぐらい家を決めるまではどこかに宿泊する必要があります。それができる人はそれをしたらいいと思います。壁紙にシール付きのフックを貼ったり部屋でタバコを吸ったりしないでください。壁紙によくカバンとかかけられるシール付きのフックを貼る人がいるんですけど、それ貼ると退去の時それ剥がしたら壁紙も剥がれます。そうすると壁紙全部貼り替えなきゃいけなくなって、お金高く払わなければいけませんから、それはしない方がいいです。それから部屋でタバコ吸わないでください。部屋でタバコを吸うと壁紙の色、床の色が変わります。そうするとまた壁紙とか床剥がして全部変えたりとかしなきゃいけないので、そのお金は皆さんが払います。なので使い方には十分気をつけてください。それから冬ですね。冬は結露と水道管の凍結に注意してください。冬は寒いですから外の気温と部屋の中の気温の寒暖差で窓が結露します。それを拭かないとカビます。壁紙とかにも水滴つくことがあるので、こまめに拭いて、もしカビを見つけたらすぐ掃除するようにしてください。そのカビをそのまま放っておくと退去までの間にどんどんカビが増えて、でまた壁紙とか剥がさなきゃいけなくなりますから、そうすると壁紙の張り替えはお金高いです。気をつけましょう。それから水道管の凍結、マイナス4度より低くなった時は水抜きをするか、または部屋をずっと温めるか、どちらかをしないと水道管が凍結してしまいます。そうすると水が出なくなったりとか、最悪の場合は水道管が破裂してしまうことになりますので、それにならないように気をつけましょう。水抜きのやり方についてはアパート各アパートによってやり方違うんですね。なので入居の際に
入居のしおり説明書とかを見てチェックする。あとは YouTube とかにも動画でやり方アップされてたりしますので、それを確認するようにしてください。はい、いかがでしたでしょうか。留学生の生活、札幌での生活参考になったら嬉しいなと思います。はい、また何かいい情報があったらお伝えしますね。では皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録はこちら。